カニンダーリ地方域、救命、テナセリムは、ミャンマーの行政区画である。ミャンマー国土の最南部、北緯15度以南、クラチ共北の細長い地域を占める。西は、アンダマン海、東と、南は、タイのマレー半島部、北は、モン州に接する。区とは、ダウェー。他の主要都市は、ミエ区及び、タイとの国境の町コータウンである。 43,328km の領域を持ち、1983年の国勢調査における人口は917,628人。地方域の ISO3,166 からに、高度は、MM、MM-05 である。歴史的には、ケイダラムや、クダ王国の一部であった。そのため、地名の、他人ダーり、または、テナセリムは、 マレー語のタナサリに由来し、タナは土地、サリは中心を意味する、すなわち中国の意味である。この時期からの住人がモン族とか連族である。1068年、チョーラ朝の EN、バラーラジェインドラチョーラが EN、チョーラインベージョンオブケイダラムで海からケイダラムに侵攻した。マレーシアのクダ州やタイのサトゥーン県と文化的に深いつながりを持っている。 クダ王国は、親タイであったため、当時隣接していたパタニ王国の後継である、大神南部の独立運動には関わらないことが多い。タイのアユタヤ王朝時代、ビルマ軍がタイに侵攻する際は、ビルマ軍の拠点であった。アユタヤ王朝時代の末期である1751年に、ダウェイが港として建設された。アユタヤ王朝時代の後、シャムとビルマが交互に支配し続けた。 1826年2月、第一次英ビルマ戦争の結果、イギリスとビルマ間で締結されたヤンダボ条約によって、イギリスの植民地時代を迎えた。同年6月20日、イギリスとシャムが、境界確定条約を締結し、国境が確定した。英領ビルマ首都は、他人代理のモーラミアインに定められた。1826年後半、イギリスとシャムが、 バーニー条約を締結し、クダ王国のクダ州やサトゥーン県がイギリスマラッカ海峡植民地となったため、クダ王国以来の歴史的な文化的つながりが途絶えた。この期間、イギリスは植民地運営のために、カレン族を雇い入れた。1852年、第二次英ビルマ戦争の結果、イギリスがゲビルマ全域を制圧して首都がラングーミへ移されると、 南東ビルマのタニンダーリ地方は、現在のモン州、カレン州、バゴー地方域のタウングー群を含むようになり、モーラミアインがタニンダーリ地方の区とになった。イギリスはタニンダーリからカレン族を連れて、ゲビルマの植民地運営に乗り出した。この時の支配関係、すなわち支配者側のカレン族と、非支配者側のビルマ族という構図が、今日のミャンマーにおける、 民族間対立の原因となった。ダウェイ近郊のマウンマガン村にビーチがあり、植民地時代にはイギリス人の秘書地となっていた。同地は現在もミャンマー内で人気リゾート地として観光業が盛んである。1948年、ビルマ独立に際して他人ダーリ地方の東北部が新たにカレン州として置かれた。1974年、 残りのタニンダーリ地方の北部が、門州として置かれ、モーラミアインは、門州に移ったため、タニンダーリの新しい区都と,として、ダウェイが選ばれた。タニンダーリ地方域は、山地区に広がる住居から構成されている。ありがとうございます。